ケラチンと SS 結合を増やす働きですね。だからこう補うっていうよりかは増やすっていう考え方ですね。補うのはもう処理剤とかトリートメントになりますので、 SS 結合をしたものをぶち込んでるんじゃなくて、はい、SS 結合と SS 結合の間に入るんですか、はい、これが。あ、そうですそうです。だからくっつけていく、だからパーマと同じ工程をやってるようなものなんですよ。なんか面白いですねっていつも言われる。